中村富十郎稽古市川段十郎三章、鳥居清弘とは、江戸時代中期の浮世絵師、鳥居清島の門人。はじめは二代目鳥居清芝居に学んだとも言われる。俗称七之助。堺町に住んでいた。鳥居清長、鳥居清常と並んで、新万文家の三馬ガラスと言われた。法歴期に、紅れな絵、紅ずり絵による役者絵のほか。 石川豊重風の美人画を描いている。法歴5年頃の制作の作品が最も多く、和歌の三神には山和絵師と楽観が認められる。また繊細で健康的なエロキシズムのあふれる危ないも残している。その若さあふれる精神な作品は石川豊重を脅かしたが、なぜか法歴期のみで作画をやめている。一説に安永五年に若くして、 マシンで病死したとも伝えられているが、これを裏付けるものは何もない。鳥居が系府によると、法暦十三年には姉妹派の絵師として存在したと、されるので、同年に二代目鳥居きよいが没するまでは公式に、その門人であったと見られる。代表作として、大々半辺ニズリエ、アワビ鳥、大番辺ニズリエに、三立城とバーし大北海地下は亀蔵と、 助野川一松の歌舞伎役者二人のセリフを拝して、舞台の一場面の再現を試みた、江戸名物そば尽くしなどが挙げられる。細番紅ずりエに、風流審判古千浮世会姿と、佐野川一松、正子午前、若の三神がある。美人を三人並べ、それぞれに友を添えたのは、紅ずりエ三枚続きの、深川娘三の体である。紅ずりエ、初代。 中村富十郎の娘道な理事は、桜の木に結ばれた釣り金の下で舞う華麗な舞台衣装の富十郎を描いており、そのしなやかで軽快な動きは名を山であったと言われる、初代富十郎の舞台姿の美麗さ、華やかさを彷彿とさせる作品である。清宏の美人画は構図にどこか新鮮さが見られ、若々しく清々しいものであった。 その特徴は次世代の美人画の第一人者である鈴木春信の画風にも受け継がれていく。代表執筆者の性の五十音順。発行年の若い順。国立国会図書館の近代デジタルライブラリーに図版がある。ありがとうございます。